国内で最大規模の屋外型ドッグイベントが横浜市で始まりました。ペットの家族化が進み、関連市場は年々拡大しています。イベントでは体重別のドッグレースや飼い主と一緒にヨガを楽しむドッグチルなどが開催されています。今日と明日の2日間で犬およそ8500頭と2万2000人の来場を見込んでいます。会場には120以上の店舗が並んでいるんですが、特に目立つのはペットの健康に関する出店です。宝物ですね。2万円ぐらいですね。トリミングとか餌代です。ペット1頭あたりにかける金額は年々増加しています。今年度の関連市場の規模はおよそ1兆8000億円に上り、さらに拡大する見通しです。